こんにちは、ポズです。今日はね、僕の大好きな GLOVE グローブ紹介しようと思います。早速じゃあ、こちらの、ピッチャーからでしょうか。ピッチャーから、これはね、リュウっていうメーカーなんですけどね、あのマスカスポーツさんでしか買えないリュウっていうグローブなんですけど、まあいいグローブですね。軟式用なんですけど、赤と黒で作りました。ピッチャーです。なんかリュウってさ、リョウっていうのみたいでかっこいいじゃん。俺リョウって言うんだけど、どうですか、いいですか。いいです。いいですよ、ね。はい。なんかドラゴンってかっこよくね。はい。かっこいいね、ドラゴン。俺すげえ好きでさ、昔から。なんだろう。ドラクエで言うとさ、シンリューとか知ってる。好き？シンリュー好きだよ。モンスター G 社使うじゃん。シンリューとかさ、ポケモンで言うとカイリューとか、一番好きなポケモンキングドラなんだけど、やっぱリュウなんだよな。ドラゴンタイプなんだよな。で、なんだか何をしたんだっけな。まあ、リュウ。いいよ、いいじゃん。めっちゃ、かっこいいじゃん。今なんか松坂使ったし。そしたらもうめっちゃ人気になっちゃってさ、今なんか半年ぐらい待つみたいなんだけど。で、こっちか。こっち外野用。こっちもね、ゲドウって言ってんの。まだ俺しかチームいないんだけど、ゲドウっていうチーム作ってさ。俺のチームなんだけど、ゲドウの、ゲドウって言うんで、これはね、コルク。ちょっとイチローのね、260何本か打ったじゃん。あの時なんかね、限定で発売されたミズノのシルバーの、あれがかっこよくてさ、あれ作りてえなと思って、これで、リュウでちょっと作って、ほら、シル、これもシルバーに、こっちもシルバー、両方シルバーにしたの。で、このシルバーのさ、ラベルで、で、ここリュウの、ここにもちょっと刺繍入れてもらって。コルク作って、中はもちろん縦閉じなんだけど、まあ、小指2本入れみたいな感じでやっております。あと何か言うことなかったっけな。デューでしょ。なんかデューのエピソードある、ドラゴンの感じの。いや、ないっすか。はい、小学校の頃なんかナップサック作ったの何だった。なんで言ってんの。ドラゴンのね、ほら、小学校の頃さ、ナップサック作ったの何だった。ドラゴンだ、ほらみんなドラゴンなんだよな。ドラゴンだべ。イルカだよ。はイルカはいじめられるな、水野とかな、いたよな。普通はドラゴンなんだよな。だからやっぱりこれドラゴンのね、みんなやっぱ好きなんだよ、ドラゴンな。あとなんか紹介するものなかったっけ。これね、キーボードとかさ、待機とか作ったんだけど、これなんかあんまり小僧の頃に作ったからさ、なんかあんまりみっともねえっていうか、使いたくねえから、なんかサイバリオとか入っちゃってるし、恥ずかしいじゃん。ピンクとかさ好きだけど、もうなんか 25SE 作りました。まあ、これユースケにあげるんで使って。はい、ドロドロにしてよ。はい、この白いところとかさ、黒くしてた方がかっこいいじゃん。あとなんか紹介するものある。こんな感じだな。はい、じゃあ以上で。はい、これサムネ用にしよう。はい。